とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はですね、犬特選隊のタイムアタックやってみようと思うのよ。まあどれぐらいで倒せるかな。まあ鍵となるのは5体一遍にダメージを与えていくっていうのが重要だと思うけどね。まあとりあえず陣平のブルームーンで挑戦します。はい、ボス来たね。下の階での攻撃力アップがそのまんま生かされてるかどうかだな。で最初にね、これ不用意に飛び込むと小ダメージ食らっちゃうから、そこだけはちょっと注意しとかんとね。 OK、 これぐらい離れればいいだろう。 OK、 いい感じ。よし、待て待て待て、1体ぐらいいったか。いや1体もいってない。いやー、やっぱり1人だとこんな感じか。よし OK、 1人倒した。あ、2人倒してる。おっしゃ、いった。いや、あと1人いるぞ。あ、ハスキーランが下にいたのか。ちょっと待って、ここでしっかりと攻撃力アップを維持しておく。いくぞ。あ、ちょっと一発ミスったけどいい。よし、あと何発ぐらいでいけるか。いい、攻撃力維持したい維持したい。よし、オッケー。あと一発。ああ、はい、どうだ。わかんない、わかんない。編集してみないとわかんないけども、まあこれぐらいで倒せたね。うーん、やっぱね、最初ちょっとひるんじゃうんだよね。敵のね、真ん中にね飛び込むともうボコボコにされて、レベル600でもね即死んじゃうんだよね。だからちょっと離れたところからとか最初行っちゃったから、うーん、遅いかもしれないけども、まあとりあえずこのタイムです。召喚メダルの爆食があればもっとねタイムは縮まると思うけども、まあ俺持ってないからね、とりあえずそれを入手していきたいところです。では皆さん、どれぐらいのタイムでクリアすることができますか。はい、ではですね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。